モテないジャニーズ、数々のスターを生み出しているジャニーズ事務所ですが、在籍するアイドルの全てがモテモテだというわけでもないようです。特に学生時代などを振り返れば全くモテなかったと公言する人もいるそうです。今回はそんな意外にもモテない人生を送ってきたジャニーズメンバーをご選紹介していきます。平成ジャンプ山田涼介。平成ジャンプといえば全員が平成生まれという低年齢層でのデビューでありながら、今や押しも押されぬ国民的アイドルグループとしてお茶の間に歌と踊りを届ける人気者。今まで発売した全てのシングルアルバムがオリコンの週間ランキングで初登場1位を獲得しているという驚異的な実績を持つグループです。そんな平成ジャンプにてセンターも務めている山田涼介、王子様のようなビジュアルでジャニーズファン以外からの支持も厚い山田ですが、実は全くモテなくなった時期があるのだといいます。それも山田に関してはかつてモテていたのにジャニーズに入ってからモテなくなったという珍しいパターンです。山田がジャニーズ事務所に入所した11歳の頃、小学校時代の山田はサッカーチーム湘南ベルマーレのジュニアコースでサッカー漬けの日々を送っていました。将来プロのサッカー選手になることも考えていたほどの実力の持ち主で、学校でももちろんモテていたといいます。そもそもサッカーを始めたきっかけはモテたいからだったそうです。しかし中学生になるとそのモテ期がパッタリと終わってしまいました。小学生の時には毎年3個はもらえていたバレンタインデーのチョコレートも、中学生になると全然もらえなくなります。これまでとは全く変わってしまった環境でモテたいと切実に思った山田は、料理がうまくなればモテるのではないかと考え料理を練習し始めます。料理が得意な男はモテると信じ、料理が得意な母に教わったりうどんをこねたりしていたそうです。学校が終われば料理か事務所でレッスンを受けるかという生活を送っていました。しかし結果として料理は上達したものの、その努力虚しく、女子に食べてもらう機会がありませんでした。結局何も状況は変わらなかったと当時を振り返っています。ちなみに今でも料理上手は健在で、テレビ番組などでも見事な包丁さばきを披露しています。やがて高校に進学、1年生の頃はやんちゃだったという山田はモテとは程遠い生活を送り、女子と一度も話をしないまま2年生に進級しました。2年生からようやく状況が変わり始めます。オープンな性格や接し方を意識するようになり、山田って面白いねと言われるようになり、男女どちらからも人気の存在へと変わりました。ただ山田が通っていた堀越高校は校則が厳しく、男女交際は校則違反でした。振られたことはあるかというインタビューに、振られるも何もないですねと答えています。スノーマンラウール。2015年からジャニーズジュニアで活動してきて、2019年にはスノーマンのセンターに抜擢。ここ数年でアイドルとして急成長を見せるラウール。メンバー最年少でありながらも絶対的センターとして知られ、ハーフならではの端正な顔立ちや190cm という高身長、また下 96cm というファッションモデルにも引けを取らないスタイルを持っています。そのスタイルの良さからはジャニーズ足長王子とも紹介される彼ですが、意外にも恋愛経験はないと語っています。実際にモデルとしてパリコレデビューも果たしているラウール、そんな彼が恋愛経験ゼロというのは驚きを禁じえませんね。ラウールは陰キャを自称する現役大学生です。中学3年生でスノーマンに加入し、高校1年生でデビュー以降、学業と芸能活動の両立を続けてきました。学生時代は多忙を極めたラウール、恋愛にうつつを抜かす暇すらなかったのかもしれません。2021年に放送されたあざとくて何が悪いの見て、田中みな実からの彼女には自立しててほしいか、それとも尽くしてほしいかという質問に対し、わかんないです、恋愛経験とかがもうと答えています。また好きです、付き合ってくださいって言われたらという質問には、いや本当わかんないです、経験ないですとはっきり言い切っています。ラウールがモテてこなかった原因の一つとしてファッションが挙げられています。あまり物欲がないというラウールは以前、服は布があればいいと話し、メンバーからのお下がりも愛用していました。もともとの性格や多忙だったこともあり、ジャニーズの割に見た目に無頓着だった頃もあるようです。さらにラウールは超絶人見知りであるということもモテなかった原因の一つではないかと言われています。スノーマンのラジオ番組で、高校に入学して2ヶ月経っても友達ができないとリスナーから相談されると、僕は今入学して2年と2ヶ月ぐらいで友達2人とかだからと衝撃の事実を告白。スノーマンとして人気が高まっていく中、モデルどころか学校に友達が2人しかいないとはと悩み相談を受けていたにもかかわらず、逆にファンを心配させる結果になりました。ジャニーズ WEST 重岡大毅。俳優、タレント、歌手、アイドルなどマルチな活躍をしている重岡大毅、数々のドラマや映画に出演し、その明るいキャラクターでタレントとしても大活躍。アイドルファン以外にも多くの日本人に顔が知られている彼ですが、高校時代は全くモテなかったと語っています。以前雑誌で高校時代からお仕事をされていたので、ドラマの中の青春みたいな感じは羨ましいところでしょうかと聞かれると、あんなになれたらいいっす、俺モテへんかったからね、ほんまにと回答していました。変に格好つけすぎてめっちゃ寒かったと自らモテなかった理由を分析しています。反抗期で尖った性格になる男子というのはあるあるですが、重岡もその一人だったようです。今の明るい重岡とは大違いでイメージできませんね。
さらに、あんなんほんま羨ましいよねと、いわゆる青春らしい青春を送れなかったことに後悔の意も見せており、謙遜ではなく本当にモテなかったのだと伺います。王様のブランチに出演した際、ジャニーズ WEST メンバーである中間淳太がバレンタインデーに40個のチョコレートを受け取ったエピソードを披露。これを聞いた重岡は、俺マジで3つぐらいが最高やねんけどと落ち込んだ様子を見せました。その後、小学校の卒業アルバムでのランキングについて話し始めましたが、イケメンランキング3位、優しい男2位、スポーツができる男2位と、中間淳太と比べるとどれも中途半端な結果に終わっています。バレンタインデー40個の後では、どこか残念とモテないイメージを払拭することは叶いませんでした。しかし一方で、中学時代は非常にモテていたようで、卒業式の日には制服のボタンが全てなくなるほどの人気っぷりだったそうです。関ジャニ∞、大倉忠義、メンバー全員が関西出身で、アイドル活動だけでなくバラエティタレントとしても絶大な人気を誇っている関ジャニ∞のドラム担当、大倉忠義。父親はなんと、あの超有名居酒屋チェーン鳥貴族の創業者であり、社長の大倉忠です。イケメンで、歌って踊れてドラムもできて、家がお金持ちで、ユーモアにも富んでいる。これだけの要素が揃っている大倉のモテない姿というのは、イメージがまるで浮かびません。大倉が全くモテなかったという時期は、ジャニーズ入所前。大倉は小学4年生の頃にジャニーズ事務所に履歴書を送っています。大倉の好きな子が V6 の森田剛のファンだったことから、ジャニーズに興味を持ち始めたそうです。それまではジャニーズの存在自体を知らなかったと語っています。この恋は果たして成就したのでしょうか。気になるところですね。そうして履歴書を送った大倉ですが、ジャニーズ事務所から連絡が返ってきたのは2年経った後のことでした。その後、オーディションを経て1997年9月6日、練習生としてジャニーズ事務所に入所。1998年6月に結成されたジャニーズジュニア内ユニットの B.I.G. WEST メンバーとして活動を開始します。ジャニーズアイドルとして活動し、アイドル誌などにも載るようになり、そこからは当然のように学校内で大きな話題に。それまでとは一転して、モテ期が訪れたそうです。そんな大倉ですが、今となってはアイドルグループ SDN48 の元メンバーであり、タレントのセリナや女優の吉高由里子など名だたる女性との熱愛報道がされています。ジャニーズとして成功した今ではもうモテ期真っ盛りなのでしょうね。セクシーゾーン中島健人。セクシーゾーンのメンバーでジャニーズきっての王子様キャラとして定評のある中島健人、テレビでは明るく爽やかな笑顔を見せ、他のジャニーズタレントも赤面するほど王子様を貫き続け、セクシーサンキューという決め台詞を持ちます。そんな華やかなイメージの強い中島ですが、そんな彼にもモテない時期があったといいます。女子にモテないだけでなく、周囲に人がいなくなってしまったとのこと。中島は自身で黒歴史だとしています。2018年1月31日放送の日本テレビ系番組、徳井と後藤と神橋の笹原が今夜比べてみましたにて、ゲスト出演した中島が人生の浮き沈みを折れ線グラフで発表するというコーナーがありました。グラフを見ると10歳以降に大きな谷があり、そこから右肩上がりになっています。小学校の頃、格好をつけてしまうタイプだったという中島は、それが原因で友達に距離を置かれたという過去を語っていました。小学生の頃はクラスの中心などではなく、窓際でずっと腕を組んで格好をつけていたと自らを振り返っています。またアニメを熱心に見ていたという中島、学期ごとにそのシーズンに放送されているアニメのキャラになりきっており、性格や言動が安定していなかったそうです。なりきっていたキャラクターのラインナップは、悠々白書の比叡、烈火の炎の花火師烈火、遊戯王の海馬瀬と、ドラゴンボールのベジータなど、それらのキャラになりきって生活することを繰り返していたら、いつの間にか人が離れていったといいます。そんな小学生だったため、バレンタインデーにチョコをもらうことなどもなく、そのまま小学校を卒業しました。しかし中学生になってからは、そんな自分を変えようと一念発起します。学級委員に立候補したり、体育祭や合唱コンクールなどにも積極的に打ち込むように。そんな自己改善が功を奏し、仲の良い女子も多くできました。ですが、それが逆に悪目立ちとなってマイナスに働いてしまい、いじめの対象となってしまいます。ある日突然、中島がクラスメートたちにおはようと挨拶したら、誰からも返事が返ってこなかったそうです。中島の積極性を疎ましく思った影響力のあるクラスメートの意向に従い、クラス全員が中島のことを無視していました。昨日まで仲良くしていたはずの友達や女子も話しかけてくることはなくなり、突然の孤立状態に陥ります。中島は一番前の席だったのですが、怖くて一日中後ろを振り向けなかったと当時の心境を吐露しています。そうして歯を食いしばりながら学校に通っていたある日、テレビで見たスマップの姿が異常に輝いて見えたといいます。俺も輝ける人になりたい、変わりたいと強く思うようになり、ジャニーズ事務所へ自ら履歴書を送った中島、いじめがきっかけで中学3年生の頃に芸能界に足を踏み入れました。何度も苦悩や挫折を経験し、それでも自己改善を繰り返し、いじめさえも乗り越えていった中島、全くモテない小学生時代、いじめにあっていた中学生時代を乗り越え、
中学の卒業式ではなんと中島を目当てに行列ができたそうです。苦境は努力で乗り越えられる。今まさにモテない冴えない学生生活を送っている人たちにとっては勇気を与えてくれるエピソードですね。というわけで今回は学生時代に全くモテなかったジャニーズを紹介してみました。こちらのチャンネルではジャニーズの情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。